が17歳の時に一番初めお会いしました。3年前ぐらいにポケットっていう楽曲の撮影の時に初めてお会いしました、うん、ちょうど裁判終わって刑期も決まって、もう出頭するのが何月何日みたいにやってる時の2日前とか3日前にいやビデオ撮ってじゃあ行ってきますみたいな感じでもう緊張してガッチガチだったんですよ。ピンって何喋ってもいいか分かんないし緊張されてます飲みましょう。じゃあ何飲んでた酒。俺なんかお酒飲んでるイメージないな。基本はなんかビール。ビール飲む、はい、日本酒とかはちょっとあんまり飲めない。じゃあビールもらいましょうか。僕もビール中華でにしましょうよね。もう飯作っていいですか。じゃあお願いします。なんでもそうなんだけど、はい、多分飲める日本酒あるから、どんな世界でもそうだなっていう極上の物があって極上の飛びがあるわけですよ、はい。でそのお酒の飛びの世界は我々がヒップホップと同時に語り続けてきているスモークの世界も当然にそういうなんていうのかな職人と牧場のものができてくるわけですよね。その完璧にフィニッシュしたと思ったこの牧場の物なんだけど、そこでそれはもう行ってみたらもう人間の傲慢以外何者でもない、はい、なぜならそのポテンシャルはさらなる段階に進むことによってより極上になることを俺は知っているんですよ、はい、例えばワインはそう作ってから何年寝かすよね、はい、当然スモークの世界もそうあるべきだと思っていたら本当にそうらしくて、はい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 、はい、その何の話をしてるの大丈夫かな。まあいいよね。お酒できましたんで、へい、ありがとうございます。じゃあ今日よろしくお願いします。よろしく。へい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 。まあゆっくり、はい、乾杯するの初めてだね。そうですね、うん、バタバタしててだからこういう風に一緒にあそこで遊んでとか全然できてないもんね、忙しすぎて。そうです ね、ありがとうございます。うまそうだね。忙しいのいいことですよね。でもね、そんな、うん、遊びはもういろいろ極上の遊びしようだから置いてきます。ありがとう。じゃあお邪魔します。へー、はいはい、ありがとう。焼いてくれたんですね。はい、いただきます。どうぞどうぞ。いただきます。食べてください。まあ何はともあれお勤めご苦労様でした。ご苦労様です。まあレッドアイはこう思い入れのある理由にやってみて印象はどうでした。自分のイメージ通りというか、なかなかイメージ通りで、はい、本当そのままだなっていう。よかったな。映像とプライベートでやっぱ全然違ったりする人もいるんですけど、もう全く一緒だったんで、やっぱディオさんだっていう。嬉しいな。この僕が出頭するタイミングっていうか、もうだいぶ何年か完全に帰ってこれない旅に行く寸前にいない間群れますみたいな感じで言ってくれて、そんな嬉しい言葉はないわけじゃないですか。なんだろうね、もうありがとうっつってその頃だってレッドアイも 18?17 とかでしたね、はい。逆にフックアップしてもらっちゃって出てきた時の印象っていうか、うん、は逆にどうでしたか。その僕ら盛り上げときますんでに対しての。いやすごいでしょ、めちゃめちゃやってくれてたしさ、
このいない間にこうしといてくれてるって話と、これからこういうふうにやろうと思ってるっていう話を全部本当に形にして、悪党の歌リミックス T、 このアパレルも仕掛けてくれてて、ちょっとしたミニアルバム的な感じですけれどもね、そこを一緒にやれるようにしてくれて、一番最初はワンマンやるんだ、やると、そこに間に合うようにこれとこれ仕込みたいっつって。今回の悪党の歌の前にデンジャラスオリジナルっていう PV をディジョンさんと一緒に上げたんですけど、まあ、あの悪党の歌でもあの警察官の服を着てるんですけど、そのデンジャラスオリジナルの時に初めて警察官の服を2人で着るっていう、僕が本来着る服を D.O. さんが着てて、 D.O. さんが着るはずのものを僕が着てて、もう本当僕はすごくもう名探偵コナン君みたいな感じになってしまって、で D.O. さんもあの僕が着るサイズだからボタンちぎれる急にも言ってんの、おかしいだろうっつって、でもう2人が鏡見合って、あこれ違う、逆でしょ、サイズ違うね。不良を目指したきっかけっていうのは何だったの？それはやっぱ、自分の父親の影響なんです。父親だ、はい、うんうん、まあ、環境のせいにはしたくないんですけど、まあその初めの一発目のこの自分のグレたきっかけとしてはもう30年ぐらいもう本当に行きまくって、もういろんな女のところに転々としてみたいな、けど一応地元ではなんか不良としてやってきてる分に関してはちゃんとこう地元とかではちゃんと、ちゃんとそのそこはしっかりしてくれるというか、筋通してやってる人みたいな感じだよね。そうなんですよ、だからなんかかっこいい憧れもあったし、けど超えたいなっていうのが強くて、それが一番初めのグレータ多分きっかけですね。二人にとってお父さんから教わった一番の教訓的なものってありますか？こうなったらダメだよっていうのを体と人生でなんか悪い例を全部見せてくれたなっていうのがある意味思ってます。その懲役行く前にお袋が死んだんですけど、 お袋をちゃんとこうなんか埋葬するっていうかさ、もうレストインピースする親父とかを見て、あなんか人間ってこうやってそれで出来はどうあれさ、ガキを残してそのガキがまたガキを産んでっていうか、なんか見してくれんなみたいな、ちょっと悪い先輩みたいな、本当に近くて1グラム何で取ってんねんみたいな、それこそ本当中1とかだったら6000円とかって言ったら、もうダッサみたいな、こうやってやんねんねみたいな、こういうことってみたいな。マリファナではあったよね、あった親子関係の不器用なやり方でも、そういう感じで全部受け止めながら、いやだから納得じゃん。だからなんでレッドアイがこんだけこうちょっとこう可愛くていい子かなって思えるかって言ったら、うん、やっぱそういう経験がさ、うん、もう子供の頃からさ染みついちゃって、まあ、いろいろの経験値の末、うん、経験値の末このねストリートマナーを身につけてます、うん、ストリートスマート。そんなレッドアイからしたらこうある意味もう10年越しで憧れの悪党の歌、まあ、スムーズにこう一緒にできたというか、はい、ちょっとすみません、あの悪党の歌に乾杯したいからセキュラミッツ。もしあれだったら俺の部屋にあのゴールドヘニーがあると思うんだけど、ちょっとじゃあさ、あのあれいただいたやつちょっと入れない？あ、そうだね、あ、そうそう、そう今日ね、はい、お土産でいただいたのが それなんですけど、俺海外とかもさ、はい、いろんなとこでさいろんな世界を覗きに行くの好きなの、はい、もうある国のね、はい、裏も表もすごい動きしながら表の顔も超ある人で、はい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 、そこの国のヒルトンのこのロビーがあって、はい、ほんと忍者屋敷みたいに一個だけヒルトンの壁のパネルがクイッて入れるとこがあるの。ヒルトンのその一角入ったらそのフィクサーみたいな人間なんだろうね、ここ俺のオフィスだからっつって、うまいウイスキーなんだけどこれ飲んでみてっつって、うめえなっつってたらシガーが出てきた、はいはいはい、で俺たちはビジネスの話だったり久しぶりに会った友達だったり新しくできた友達とはこういう遊び方をするって言って、この1本燃えるのが40分だから、はい、それでこの40分で商談おしまいなんだと、40分以内に飲んでこれをたしなんで
それでいい話しようぜっつって、その時も配られたの。なんで今日は滋賀行きながらこの瞬間祝おうっていうのと、まあ言ってる間にだからいろんなラブくれててさ、とんでもないでかいアーティストになってたしさ、俺いない間にすげえ仕込んでくれたし、その仕込みっていうのは今もこれからもずっと続くし、もう鎖と我々のライフとずっと絡んでいく野郎なわけですよ。なんでこの瞬間もう一回乾杯しようと思って、乾杯したこと なかったじゃん。そうですね。どうこれポイントだから飲むじゃん、はい、したら変な嫌な味したりすると、はい、それ俺克服する若い頃の技知ってるから、はい、飲むでしょ、はい、鼻から息を吸うで口から吐く、そしたらこれ飲む、はい、で鼻から息を吸う口から吐くもないからマジマジちょっとやってみて、ちょっとやってみて、これ一回開けようね、開けるでしょ、鼻から吸う口から吐くってことなんで、吐いたらこれ飲んでる。ないですね。なかったことない。この頃はこれ。呼吸もあるから。でこれ、今日はもうこれ。レッドアイからしたら、まあその思い入れのある悪党の歌、はい、その辺ちょっと経緯を聞きたいなと思うんですが、まず自分がディオさんと絶対に曲を作りたいっていう音楽を始めた時から気持ちがあって、でディオさんがそれこそ僕が17歳の時に最後のこう入る前にっていう仕事としてやってくれて、ポケットリミックスっていうのが出せて、まあ、自分の中で一つそこで夢が叶ったなっていうのがあったんですけど、やっぱりこう自分が始めるきっかけとなった曲っていうのってこうもうどうしてもやりたくてリミックスっていうのがちょうど10代の時にまず一曲自分の曲としてやらし、それのリミックスとしてやらせていただいて、次のステージはそこかなっていう自分の中でもあって、で Dio さんの方にアクトのリミックスしたいですっていうのを伝えたら、もういいぜめんっていう感じで、提唱者みたいなさ、今レッドアイがこう引き継いでくれたり、我々が語るなんかいろんなことを理解してくれるっていうかさ、自分たちの言葉に変えてまた新しいムーブに変えてるのとかさ、もう超ヒップホップじゃない、ね、その2人はリアル思考で歌ってるわけで、そのリアル思考イコール今の日本の現状問題だったり見えない部分を歌ってるんだけど、でそこの辺についてこの国をどう思って考えてるのかなっていうのはちょっと聞きたいなと思います。だからまさにそこを引っ掛けたりとか、そこに対してのメッセージできないラッパーなんてクソだと思ってるわけですよ我々は。なんていうの、ラップすることによってもう恐れ多くも普通の方々が声に出すよりも多くのパワーが我々にはあるわけですよね。その中でマジやべえことになってる日本を今語らないやつなんてもうねえ、もういなくなってしまえと政治的メッセージってあんまり声を大にしてなかなか言えないじゃないですか、うん、やっぱ今はもうヒップホップっていうのがすごい来てるから、ラッパーってすごいもう稼げるんだとか、なんかもうそうなんですよ。けどなんか本来ラッパーって白い目で見られるけど、俺らはこうやねんっていうことを発言していくのがラッパーだと思って、それに対して政治的な発言を一番できるのがラッパーなのかなと。それこそ本当自分もインディーズからやって自分らで会社を立ててっていうやったら、こうなんか普通に働くより考えることというか、あこんな税金取られるんだとか、じゃあどう使われてるんだとか考えたこともないことをこう考えていけばいくほど、まあ、ラッパーは特にそういう発言をしていかないとっていう。選挙権のない我々とは違って、選挙権のない我々とは違うそういうストリートからこう日本っていう、こう土俵を見据えながらこう意識してラップやってる2人に最後に聞きたい質問としては、こうヒップホップラップをやってくれて一番大事にしてることというのは何かなっていうのを、まずレッドアイからじゃあ。そうですね、自分
まあまあちょっとまずはヒップホップに乾杯。乾杯だね。乾杯でした。忘れてました。飲んでからじゃあ話そう。これは。鼻から吸って、口から吐く。なんつったんだっけ、うん、いやだからこうヒップホップラップをやっていく上で一番大事にしていること、うん、自分のルールとして、まあ、簡単に言ったら自分のルールかな、うん、まず自分が少しでも影響力がある人物だっていうことと自分が発信すること発言することに対して全てがどんなこっちは軽い気持ちで言ってたとしてもそれがその影響力がつけばつくほど捉えられ方とかも変わるじゃないですか。だからなんか本当に話す言葉だったり本当にこの人に憧れるっていうようなラッパーになれるような行動言動をしようっていうのが自分の中のルールです。なるほど。先生はどう表現すればいいんですか。我々が語るヒップホップをもう明確にキャッチしてくれてなんていうんですかね、こうやってね全てを理解してくれるようなこういうまた時代になってる今が信じられないぐらい奇跡的なことだと思っているわけですよね。ありがたいですよね。なんでリスペクトが当然そこには必要で、でやっぱり揺るぎない根拠のない我々の自信と狂えば狂うほど潤うこの我々のメイクショービズとこの全てを忘れることなく駆け抜け続けることこそ皆さんに対しての礼儀であり恩返しでありそしてリスペクトであると思ってますよということでこれからラッパーヒップホップでメイクしたいと思ってる君たち今の2つの教訓にして心がけてください、はい、ということでインタビューは関係神そしてリオレッドアイこの2人のヤバい EP ミニアルバムが出るぜチェックしてくれ。海遊に乾杯。乾杯鼻から吸って口から吐いて